にちは。今日もね、野営に来てるんですけども、なんかね、夜雨降るみたいなんですよね。雨だか雪だか。なので、まあ夜までにはね、やりたいこと一応終わらせといて、あとね、僕が大好きな日本酒持ってきてるんで、楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。
雨降ってきちゃいましたね。まあでも焚き火始めちゃったんで、ちょっとこうテントの中から焚き火を眺めつつって感じでやりたいと思います。ちょっと雨降ってきちゃったんですけど、この傘でね、少し前室的なのを作りたいので、今ね、この枝、長い枝を拾ってきました。こんな感じでいいかな。養生テープで、かなり雨降ってきました、うん、山の方だ。あ、何も見えないけど、しましたね。なんだろう。うわー、うまい。
ギリ行きます。うわ、うわ、あっ、うまい。いただきます。あ、辛っ。目が覚めた。
うわ、寒い。かなり雪降ってきましたね。で、もうね、雪の重さでテントが潰されそうになってたので、まあ、周りを雪かきしてきたんですけど、で、このね、細い氷一本で立ってるので、まあ、もちろんね、周りペグダウンしてますけど、ちょっとやっぱ心配になりますよね。おぉ。じゃあ、まあ、とりあえずこのまま朝までね、一応、忍びたいと思います。おはようございます。ね、結構昨日雪降りましたね。で、途中で起きてね、雪をかいたり、まあ、どけたりして、したんですけど、やっぱね、その後も降り続いて。もうこう、足が伸ばせないぐらいに潰されてますね、なんか。なんかね、みぞれぐらいしか降らないかなと思ってたんですけど、なので、今木の下に張っちゃってるんですよ。だから雪が結構ね、ボタボタ落ちてくるんです、今になって。まあほんとね、想定外の雪中になりましたけど、まあまあまあ、よかったです。お。いや、これやっといてよかった。
ー